眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。うん、山崎さんは、ウルトラマンは興味ありますか？お、突然ですね。ウルトラマン。いや、私ね、仮面ライダーよく見てたんですけど、ウルトラマン実はあんまりよく見てないなかったんですよ。あ、はい、まあ確かにね、僕ら世代はウルトラマン好きじゃない人も結構いますよね。あ、そうか、じゃあしょうがないな、じゃあ。いや、僕はね、ものすごい好きで、特にウルトラセブン、まあウルトラマンが一番好きなんですけどね、よく見てたのはウルトラセブンですかね。なんかこの前もほら、辻ちゃんが家に来た時に知ったじゃないですか。はい、ね、うんうんうん、辻ちゃんも、仮面ライダーよりもウルトラマンの方が好きだっていう、うん、はい。その中でも特にウルトラセブンが好きで。やっぱセブンなんだ。見てくれって言って、あれはもう、話も面白いからって。あ、そう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 。そうなんですよ。うん、あのね、そう、ウルトラセブンは、まあ、うん、この間もちょっと話したけど、はい、作った人たちも結構真面目に作ってて、うん、ウルトラマン作ってる時にね、うん、やっぱり、怪獣ってこんなに完全懲悪でいいのかってみんな悩んでたらしいです。ウルトラマンがやっつけてよかったね、うん、ウルトラマンありがとうつって子供たち喜ぶけど、うん、怪獣も怪獣なりに理由があって来てるんじゃないか、うん、みんながみんな完全懲悪じゃないんじゃないかっていうところから、うんうん、やっぱりみんなね、ウルトラセブンの次、ウルトラマンの次にウルトラセブンなんですけど、うん、で、ウルトラセブンを作るときに、やっぱり、怪獣にも理由をつけようっていうことで、ストーリーがね、やっぱり大人っぽくなってるんですよね。で、子供ながらにそこちょっと理解に苦しむシュールな話がたくさんあったですよ。ちょっとね、ウルトラマンの次はウルトラマンセブンなんですか？ウルトラセブンです。まあ、ウルトラマン、ウルトラセブン、帰ってきたウルトラマン、ウルトラマンエース。で、まあ、ウルトラマン、レオが入って太郎に行って、そうなんだ。そうです、そうです。セブンなんて7だから全然後かと思ってました。ああ、そうです。あ、そもそもそうなんですね。そうです、そうです。へえ。え、うわ、ちょっと、ほんと初心者的で申し訳ないですけど、そんなところで面白かった申し訳ないですけど、ウルトラマン、ウルトラマンセブン、帰ってきたウルトラマン？ウルトラセブンね。うん、ウルトラセブン。あ、ウルトラマンセブンじゃない。うん、ウルトラセブン、うん。そうだったんだ。そうなんです、そうなんです。いや、全然知らなかったです。結構ウルトラセブンは、怪獣っていうよりも宇宙人結構多かったですね。だからね。あ、そうなんだ。宇宙からの侵略者っていうテーマが、ウルトラセブンの中の、こう、結構柱になっててね。へぇー。だから、諸星団さんがこう、なんで君は来たんだって言ったら、うん、実は、地球を、まあ、滅ぼすっていうことだけじゃなくて、いろんな社会問題を、こう、なんかこうね、まあ、言ってくる。宇宙人結構いまして。あ、そうなんだ。はい、失礼しました。うーん。だから、ウルトラセブンも単純にやっつけるだけじゃなかったですよね。うーん。むしろ宇宙人がなんでこんな悪い人間にウルトラセブンは加担してるんだっていう。うん、本当はお前こっち側の人間だろうっつって。いうようなこともあった。なるほどね、うん。地球の人に対してってことか。そう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 。わ、すごい。子供ながらにそんなの見せられてもね、はって話多いでしょ？はいはいはい。うん、そうなんです、そうなんです。へぇ、うん、結構もう、特にね、朝の6時半ぐらいからやってたかな、僕らちっちゃい時にはね。あ、そう。幼稚園の時かな、うん。うん。うちの父親とよく見てました、朝。え、それは、再放送なんですか？再放送ですね。ですよね。ウルトラセブンは。うん。ああ、そうそうそう。まあもちろんね、ウルトラマンエースとかウルトラマン太郎夕方とかやってましたけど、はいはい、うん。セブンは朝やってたりとかしてましたね。セブンってこれですよね。そうです、そうです、そうです。カラータイマーがないんですよ、胸に。うん。あ、そうなんですね。セブンは。へえ、うん。そう。じゃあ、いや、話関係ないけど、はい、そのね、ウルトラマンもウルトラセブンも、うん、それ作ってた人って監督って話ごとに違うって話したじゃないですか。うん、ジスおじさんっていう人、うん。カメラアングルにこだわる人ね。うん、で、もう一人はね、金城哲夫さんっていう人、うん。この金城哲夫さんっていう人は実は僕らの先輩で、高校から、うん、高等部から。あ、同じ学校なんですか？同じ学校なんですよ。そうなんだ。そうなんです。で、あの人が、うん、うちの学校のその、学長いるじゃないですか。うん、あの人に、いろいろ教えてもらった、その哲学があって、それをウルトラマンに入れたかったらしいですよ。すごい。全人教育ですよ、いわば。
そうなんだ、うん。だから相手にも理由があるんじゃないかとか、敵にも悪いやつばっかりじゃないぞとか、もともと沖縄出身でね、うん。そうなんだ。そうなんです。だから、すごい話だね、うちの学校の出版部からウルトラマンを作った男たちっていう、本が出たりとかしてます。へー。うん、そうそうそう。そういうのもね、ちょっと全然、まあ、それがだから好きっていうわけじゃないんだけど、はいはいはい、そう、なんかこう縁があるなぁ。後からしたんですよね、そうね。そうです、そうです。そうそうそう。じゃあもうめちゃくちゃ見てたんですか？めちゃめちゃ見てましたよ。もうウルトラマンはもう完璧に好きでした。あ、うん、そうなんだ。タロウとセブンとマン、うん、ウルトラマンがやっぱり一番僕の中では好きですね。あ、そうなんだ。エースとレオはちょっと興味ないですけど。帰ってきたもん、もうちょっとね、あれですけども。そうなんだ。そうなんですよ。じゃあ、ちなみにね、うん、その、まあ、松崎さん興味ないかもしれないですけどね、横浜の高島屋でウルトラセブン店があって、まあ、セブン店の方は僕行けなかったんですけどね。子供の頃に。いやいや、ついこの間ですよ。ほう。おいで、セブン店、そう、行けなかったんだけど、うん、ちょうどその時に家族と、高島屋の上のレストランに行って、うん、で、ちょっと僕だけ喫煙所行ったら、ウルトラセブンの諸星団がタバコ吸ってて、で、諸星団と、役者の方。役者の、変身する人ですよ。ウルトラセブンに変身する人。タバコ吸ってる。すごい。でも、よく顔わかりました、ね、いや、わかりますよ、それは。僕、ファンですから。あ、そう。うわ、諸星団だ、と思って。やばーと思って。やられちゃうって思って。いやいや、怪獣じゃないか。でもまあ、そしたらね、諸星団さん、こんな話をね、うん、隣にいる友達と話してるんですよ。うん、昔はよくね、あ、諸星団だ、サインちょうだいって言ってきたけど、うん、最近は言ってくる奴がいなくて寂しいな、なんてこと。話してたんですよ。こんなんで僕ね、はいはい、いや、すいません、突然話しかけて申し訳ないです。実はもう僕はちっちゃい時からファンでね、で、もうさっきから、あ、諸星団さんだと思って、いたんですよ。突然話しかけたら失礼かなと思ったんですけど、そんな話されているようだからね、僕はね、もう諸星団さんです。もうぜひ握手させてくださいって言って、憧れてましたって、むしろもう一人の父親だと思ってますって言って。したんですよ。すごいな。したら、それは嬉しいっつって、うん。しかも、まあね、ちっちゃい時からなんて話したからでしょう。うん、大きくなったねって僕に言ってくれたんですよ。わ。ね。諸星団に大きくなったねって言われて、握手してくれて。はい。うん。いや、私はちょっと伝わんないですけど、めちゃくちゃ嬉しかったんじゃないですか。いや、相当嬉しいですよね。そうですよね。それで、こう、何、帰って、家族に会って、こいつ何かあったのってお化けでも見たような。いやいや、何かあったとこじゃないんだけど、つって、うん。ウルトラマンにあったんだよ、今、つって。はいはい、はい。話になりましたけど。何て言ってました、そしたら。ああ、よかったわね。まあ、そらそう。まあ、そうなります。まあ、そらそうです。まあ、すごいな、でもそうそう、すごい偶然ですけど。いや、もう、プレゼントですよ。M78 星雲からのプレゼントですよ、いわば。うん。まあ、それか、つぶらやプロね。つぶらやプロ、うん、うん、そうですね。それからタツノコプロ、ね。タツノコプロとは違いますから、あれはもうタイムポカーンタイム、うん。うわー、すごいなぁ。だ、ウルトラマン知らねえくせに、そっちは知ってんだな。そっち逆じゃないかって。そうなんだ。本人も嬉しかったじゃないですか、はい、その役者の方も。いやーね、うん、そうそう、ね、まあどうだかわかんないですけどね、でもね、いやー、でその会話を聞いて知ったんじゃなくても見て一発で分かったんですよ。あ、もちろん分かりますよ。そうなの。もう、それは分かりますよ。うわぁ、そのね、ウルトラマンの中でかっこよかったのはね、諸星団と、あとね、ウルトラ警備隊のね、女性のね、高一点、菱見ゆり子さん、アンヌ隊員。この人すごい綺麗な人ですよ。美人な人で。なんかね、やっぱり、ピチピチのね、この、なんか隊員の服もまた魅力的でね。うん。うん、そうなんだ、今。もうぜひね、この、清水ゆり子さんだけはちょっと、山崎さんに見てもらいたいからね。はい、そう。この人。あ、ほんとだ。あ、すごい。ね、これが1971、2年の、うん、そう、あと、そういう特撮のヒーロインですよ。へぇー。うん、この人がね、こう髪の毛を溶かしているシーンに、いきなり後ろから、うん、宇宙人が現れるんですよ。気持ち悪い宇宙人が。それで鏡に映って、それでキャーみたいな話で、うん、何しに来たのと我々は、うん、
人類を滅ぼすためにやってきたとかっていう、そういうシーンがあるんですよ。結構怪獣って大きいシーンが多かったでしょ、昔ウルトラマン。ウルトラセブン割と等身大の宇宙人が現れて、そうなんだっていうシーンがあったんですけどね。ウルトラ級みたいって聞いてこの人で出るかなと思ったんですけど、それはウルトラ隊長小林超人ね、この人あの仮面ライダーの隊長、これアキジって呼んだ、あ、ね、そうそうそう、アキジさんね、ウルトラマンだけじゃなくて仮面ライダーにも出てましたから、1号の時にね、西部警察の長さんもそうやってますね。かっこいいですよね、今見るとね、かっこいい、普通のおじさんに僕ら若い時は思ってたけど、いい役者だな、いいですよ、ただこれ動画じゃないから聞いてる人さっぱりわかんないです。あ、そうですね、あ、失礼いたしました、すいません、今スマホを見てました、申し訳ないです。そうそう、 BGM タイムでもないのに、いやいや、いや、そう、あの、なんで高島へ行ったかって、時計をね、はいはい、あの、もう買おうかなと思って一個一つ、いや、もうたくさん持ってるじゃないですか。いや、あのね、僕ね、こんな話誰も興味ないと思うんですけど、僕の時計ね、ちょっとね、あの、頼りない時計が多いんです。繊細というか防水にもうちょっとね、あの、ほら、サブマリーナもちょっとアンティークすぎて1950年代のアンティークだから、防水性能もちょっとやっぱ若干落ちるし、このポルトギーゼもちょっとこう防水性能落ちるし、クロノグラフだから、なんか崖とか登ったりとかね、あの、サバイバルしたりとか。崖を登ることないでしょ、先生。いや、万が一あった時に、ちょっとこれはダメだなーっていう、ファイト一発みたいな時にも似合う時計が一個ないとなっていう。いや、それなんでかって言ったら、これからね、日本に訪れる富士山の噴火とか、ポールシフトだったりとか、自然災害、そういうあるでしょ、そんな時に耐えられる時計がないなって僕思ってて。ああ、ごめんなさい。もう G-SHOCK とか言わないでください。そうじゃないの。どの格好にも合うような時計ね、を僕欲しいなと思って。いや、G-SHOCK どの格好にも、いや、もういい、そういうのはいい。そういう今の時代だけの常識は、あの、押し付けないでください。SDGs ですか。G-SHOCK持ってないです。そうですか、そうです。ごめんなさい。むしろ逆に喧嘩腰になっちゃった。もう言われそうなこと先回りしすぎる癖がついちゃったね、今の時代にね。スマホでいいじゃなくて、もうスマホでいいとかそういうんじゃなくて、やっぱり。ベイビー G でいいじゃないですか。あ、出た。なんか、お、ベイビー G ね。ベイビー G。ベビー G じゃないんだ。ベイビー G なんだ。なんか、かっこいいですね。あの、ベイビー。ベイビー G。なんかちょっと、昔70年代ロックのなんか題名みたいな感じで、ベイビーって。あ、確かに。ね、かっこいいですね。あれで女性用の G-SHOCK だったんですかね、もちろん。G-SHOCK の話いい。すいません。すいません、いいんじゃないですか。そうですか。だって、電池がなきゃ、はい。ああ、そっかそっか。ソーラーっていう話持ってこようとした？いや、やめとく。してないですよ、だから。液晶がそもそもね、一生ものじゃないから。そうだ。そう、僕はずっと、そう、時計と言ったら、相棒と言ったら、自分が死ぬまでずっと腕に負けるものっていう発想からすると、機械式しか興味ないんですよ。で、機械式で、ずっと使えて、崖にも登って、水の中も潜れて、でも、あの、例えばトンネルの中でね、入り口と出口が塞がれちゃった。で、そこでこう、水がこう来た。そんな時に、あの、こう、みんなこっち逃げろって俺やるわけですよ。ね。そんな時の腕に巻かれている、大丈夫な時計っていうのはちょっと欲しいなと思って。ああ、それ必要か、確かに。そうそうそう。で、今のストーリーをね、時計屋さんに伝えたんですよ。はい、高島屋の時計屋の店員にね。すごい勇気だな。で、あれですよ、今の山崎さんみたいな感じで、いちいち、なんかこう、口答えなかったですよ。口答え。もう普通に、ああ、そうですか、つって。いや、それはそうですよ。それには、ああ、そうなんですね、つって、普通にもう聞いてもらいましたよ。すいません、先生、私、口答えはしてないですよ、それは。そうだな、ベイビー G だの、G-SHOCK がいいだの、スマホがあるから、時計はいいだの。そんなことは言ってる、全部自分で作った話じゃないですか、言ってないですよ。ベイビー G だけですよ、私が。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。もう今の、もう時代のね、はい、こういう時代だからね、そういう、なんかこう、どうせ言われるんじゃないかっていう、なんかそういう、まあまあ、凶悪観念ですか。うん。どこでも言われるんですね、それはね。そう、もうどこでも言われて、時計なんかいらねえとかね、時計をつけてら、そんな自慢とか、そういうこと言われるんじゃねえかなっていう。だけど僕はやっぱり好きなんで、はいはい、なんか時計を一つと思ったんですよね。あったんですか、そういう時計。
なんて言ってました店員さん。まあ、でって言ってましたね。え、どういうこと？まあ、ではって、あ、そうですかみたいな感じでね。なるほどね。あ、だからもう、ああ、そうですか。今日も厄介で逆に思ったんだろうな。だから、だからサブマリーナでいいじゃないですかって言われるんですよ。いや、サブマリーナだと、ブレスレットだし、うん、もう50年代のアンティークだと、ちょっと衝撃に弱いんでね、昔の、うん、あの、1520とか1530のロレックスの古い、ヴィンテージの、うん、内部のキャリバーはちょっとね。うん、だから今度は、まあ、あの、丈夫なやつで、うん、しかも、ベルトがブレスじゃなくてナイロンベルト、もしくはカーベルトのやつで。うん。うん、って言ったら、オーデマピケとかこう進めてくるわけですよ。ロイヤルオークとか。ああ、頑丈そうですもんね。うんだけど、うん、ちょっと違うんだな。なんていうのかな。僕、根っからの貧乏症だからね。いや。まあ、確かに、オーデマピケ、ね、あれ、貧乏じゃ買えないですもんね。あっちでもいくらするんですか、ね、200万ですね。270万だ。高い。ね、普通高いですよ、最近の時計は。僕らなんかほら、はい、40万もあればいい時計買えた時代じゃないですか。2、30年前は。僕らが時計熱があった頃。はい、うん、今の時代はほんと高くなっちゃって。そんなに高いんだ。ロレックスなんかブルーカラーの代名詞だったでしょ。だけど、うん、今もう違うんですよ。ロレックスなんかもう80万客から100万円当たり前でしょ。デイトナなんか300万円でしょ。正規の値段の話ですよ、これ。中古行ったらもっと安い。中古ってか、平行行ったらもっと高いですけど。うん。どうなんだ。ね、なんかいい時計ないのかなと思って。機械式でそこまで丈夫にこだわった時計ってあるんですかね。ね、なんか防水、なんかスピードマスターとかね、いいなと思って、オメガの。スピードマスターいいなって。もうスピードマスターも高いですよ、今びっくりしちゃった、この間。スピードマスター88万円ですってよ。あ、島田もう興味なくなっちゃった。いやいや、目描いただけじゃないですか。興味ないんだ。いやいや、目描いただけですよ、先生。私だって目描くことありますよ、大丈夫です。あ、そうですか、そうですか。はい、確かにね、メガネ外して目描いたら、こいつ興味ねえなと思いますよね。そうそうそう。女の人が爪見るのと一緒でしょ、だから爪いじるのと。そう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 、はい。全然違います、大丈夫です。時計見るのと一緒ですよね。はい、大丈夫です。まあでも。時計の、やっぱ時計に興味がない人が時計の話をして時計を見始めたらどうなんですか、うん、どっちなんですかね興味ないんですかね帰りたいやつなんですか、ね、それが興味が出てきたのか。出てきたのか。どっちかなんですかね。かパネライがいいんじゃないかなっていう結論だったんですけど、どうですか、ね、山崎さん。いや、わかんないです。なんかあの、ふざけたあの文字の。ね、やっぱそうですよね。ちょっとね。6くっついてない。ナンパなデザインですわな。9くっついてないみたいな、ね。そうです、そうです。うんそうですね。まああれもね、イタリアの軍用の時計ですからね。もともとはね。そう、ただね、ちょっとな、もう時代と違うのかな。難しいですね。まあ、教えてほしいですよね。そう。だから本当ね、災害とかこれから起きるときに、うん、もう いかなる状況でもね、うん、傷が似合う時計がいいかな。丈夫で傷が似合う。でいつの時代も大丈夫、うん、で修理もすれば死ぬまで使える、うんうん、そんなような時計を今探してましてね、うん、まあどうせこんな今日話どうせね皆さん興味がないか、うんまあ、分かってますけど、まあ、大丈夫ですよ皆さんを寝かせるためにお話ししました。はい、ということで今日は、ね、じゃあおすすめは G ショックということでおやすみなさい。